随分とイメチェンしたみたいで。新しいドレスの着心地は？こんなところまで何をしに来たのですか？話をしに来た。今さら何を。フィグ、教えてくれ。君は一体何をやろうとしているんだ。戦いを終わらせます。全人類へソウルハックを行い、終わらない戦いのすべてを終わらせます。どういうことだよ。ソウルハックは死者を蘇らせる力のはずだろう。いいえ、ソウルハックにはその先があるのです。人の魂の在り方を作り変える力。ソウルハックとは、人の魂に介入し、文字通りに切り刻み、その在り方を別物に作り変えるための技術なのです。作り変えるだって？あなたたちはなぜアイオンのことをすんなり受け入れられたのでしょう。リンゴがそれをやっていなかったという保証は？私はそんなことやってない。そんなことはどうでもいい。大事なのは俺たちが一緒に過ごした時間だ。何を考え行動したかだ。安い挑発で私たちを揺さぶろうとしても無駄よ。俺は自分の意志でアイオンを信じた。乗ってもいいって思った。もちろんフィグ、あんたのこともな。みんな素晴らしいですね。みんながそうやって分かり合えればいいのに。ソウルハックとは、人とアイオンの可能性を広げるものなのです。アイオンはその必要性を予見していました。人とアイオンがこの先千年を共に歩むために、私はソウルハックを使うことで人から争う意志を奪い去ります。人は無意識のうちに互いを理解します。そうすればこの世界から争いは、理不尽は消え去るでしょう。それがあなたのもたらす世界の終わりってわけだね。いいえ、リンゴ、これは始まりです。人とアイオンが共に歩んでいくための。でもよ、どうやって全人類の魂を作り変えるなんてことを。まさか歩き回って一人一人にソウルハックを仕掛けるわけじゃないだろ。そのためにこのおもちゃが必要だったってことだよ。その通りです。バニシングシステムはデータ通信にかかる時間をゼロにするシステム。膨大なデータ量を持つ人の魂に対する多重かつ超大規模な演算。それを実現するためにこのシステムが必要なのです。しかしあくまでもそれはオンライン上の電子機器同士での話だから、コベナントを使います。コベナントの人の魂に引き寄せられる性質、その適用範囲を人類全体にまで及ぼそうってことだね。アイオンの演算能力を解放すれば、コベナントの性質を再現することが可能です。経験的な事実の集積ですよ。つまりコベナントとバニシングシステム、そしてアイオンのソウルハックを使って人類全体の意識を変えようってことか。でもよ、それってちょっと暴論じゃねえか。争いがないって言ってもなあ。それはあなたたちにとっても悲願だったはず。確かに私たちはみんなコベナントをめぐるサマナーたちの争いに翻弄されてきたけど、やっぱりそこまでしないとダメなのか。フィグがやろうとしていることをすれば、人の心は均等になってしまう。
そんな無味乾燥な世界がフィグの望んだものなの。わかってる。あなたが消そうとしているもの、彼らの持つ闘争心や戦う意志が人間の感情の源になっているのも事実。私たちが心惹かれた人間たちを形作る大事なものなんだよ。そんなことわかってる。私だってあなたたちと共に過ごし、同じものを見てきたんです。それでも思ったのです。人が争い傷つくよりずっといいと。あなたはこんなことを言いに来たのですか。ねえフィグ、こんな簡単なやり方じゃなくて、ちゃんと話して一緒に考えよう。もっといい方法がきっと見つかる。私はフィグと戦いたくない。だって友達だからね。私は決断したのです。この決断には痛みが伴う。事実ここに争いが生まれようとしている。それは確かに矛盾なのでしょう。だけどあなたたちはそんな矛盾の中でも痛みの中でも自分の意志を貫いた。私だってそれを尊いと思った。だから私もそれをするのです。そっか。話しに来たと言いましたね。他にまだあるのですか。ないよ。フィグが自分一人の決定を人々に強いるのなら、私は見過ごすことはできない。ぶん殴ってでも止める。友達だからね。いいでしょう。この戦いが最後の痛みです。私にとっても、あなたたちにとっても。本当にやるってんだな、フィグ。手加減なしで行くわよ。ああ。慣れ合うつもりはありません。全力で来なさい。そうすれば私の憂いもいくらかは和らぐでしょう。行くよ、みんな。始めよう、フィグ。この技で戦局を変える。勝てるぜ。任せて。俺たちならな。防げないよね。準備完了。やるか。覚悟はできてるよな。フィグ、よし。フィグ、そうきますか。
フィグ、いけるわね。少し本気を出すわ。泣いても許さないわ。邪魔をしないで。誰も失わないために、これこそが私の役割です。これを最後の痛みとしましょう。なぜわからないのですか。無駄だ。あんたもやるか。こういうのもあるんだぜ。なフィグ、よーし、防げないよね。やるし、いけるわね。どうなのかな、こんな痛みなど。勝てるぜ。ああ俺たちなら。予想以上です。邪魔をしないで。誰も失わないために、私は負けられない。痛みを望むのですか。対策済みだぜ。なぜわからないのですか。フィグ、行こう。防げないよね。どうするつもり。ああこういうのもあるんだぜ。フィグ、攻勢に打って出る。フィグ、予想以上です。勝てるぜ。言われなくても。俺たちならな。邪魔をしないで。誰も失わないために、私は負けられない。あなたも分かっているはずです。重い。なぜ分からないのですか。辛いでしょう。私、よーし、これは効くでしょ。あんたも大変やるか。それは助かるわ。入れよう、アロ。終わらないで。フィグ、よし、行くぞ。予想以上です。やるし、好きでしょ。フィグ、痛みを肯定しながら、変革に伴う痛みは避けようとしている。争いを憎みながら、争いを消す手段を選ぼうとしない。あなたたちはただ、現状に甘んじているだけ。全く年がたい。その魂のありようが、いずれは人を、世界を滅ぼすというのに。これを最後の痛みとしましょう。すべての絶望を消し去るために。マジか。嘘だろ。さすがね。気をつけて。後悔しても遅いよ。なぜわからないのですか。どうです。この程度の痛みなど、痛みを望むのですか。はっ、悲しみをなくすために、悲しみをなくすために、これこそが私の役割です。いつも通り。オッケー。焦らずに行こう。覚悟はできてるよな。いつも通り。了解。焦らずに行こう。探ってみるか。くらえ。フィグ、よーし、これは効くでしょ。やるし、一気に決めるわ。
やってみる。ヒゲを聞かせて。エゴドの力を。邪魔をしないで。誰も失わないために。あなたも分かっているはずです。はっ、なぜ分からないのですか。どうです、痛みを望むのですか。誰も失わないために、誰も失わないために、私は負けられない。強いぞ。行くぜ。警戒しろ。覚悟はできてるよな。フィグ、よし、これ防げないよね。ウォーミングアップは済んだだろ。倒しても構わないぜ。従うわけじゃないけれど。これこそも私の役割です。やることは分かってるわね。フィグ、この力があれば。こっちに頼む。フォローよろしく。こっちに頼む。元気を出せ。休んじゃられねえか。後悔しても遅いよ。痛みを望むのですか。防ぎますか。この程度の痛みなど、あなたも分かっているはずです。どうです、争いなど無意味です。大技使いすぎるなよ。フォローよろしく。大丈夫か。ありがとう。あんたも大概が。行こうか。覚悟はできてるよな。ペースを乱さず行きましょう。じゃあ、それで防げないよね。私は負けられない。これこそも私の役割。私は負けられない。フィグ、行くわよ。フィグ、行くわよ。へえ、それは助かるね。ね、ありがとう。後悔しても遅いよ。やったの。どうよ、フィグちゃん。まだだよ。チンたらやってないでさ、本気で来なよ。フィグ、そんなもんじゃないでしょ。お見通しですか。私にもまだ甘えが、弱さが残っていたみたいです。この形は、言葉は、思考は、あなたたちと共にあるためのものでした。私はそれらも捨て去りましょう。あなたたちを滅ぼすために。しなさい。この形は私の覚悟の表れ。あなたたちが勝つビジョンはアイオーンの彼方にしかありえない。
嘘だろ。なんだよあれ。あれがフィグナ。あそこにいるのはリソースすべてを闘争に突っ込んだフルスペックのアイオン。シャレで済む相手じゃない。気合い入れるよみんな。アッシュのこと感謝してんだぜ。よし、こういうのもあるんだぜ。やることは分かってるわね。フィグ、よーし、これでこの力でパワーアップ。この戦い了解よ。必ず勝とう。全力を見せてあげる。泣いても許さないわ。どうするつもり？ああ、やることは分かってるわね。テンポを変えるか。今までの俺と思うな。フィグ、好きでしょ？聞くか分からないぞ。意見を聞かせて。フィグ！よし。どうなのかな？フィグ、よーし。防げないよね。邪魔をしないで。かかったわけ。遊びが過ぎたか。強いぞ、警戒しろ。この力で身体能力ブースト。しょうがない、まだこれからよ。さっさと立ちなさい。助かったぜフィグ。この力があればフィグ。まだまだだろ、ミレリー。何でしょう。ティグ、よし。防げないよね。しょうがない、行くわ。聞かねえぞ、ミレリー。少し本気を出すわ。一気に決めるわ。倒してみせよし。ギアを上げていくぞ。今までの俺と思うな。邪魔をしないで。あっ、無駄。かかった、かかった。いった。あんたも行こうか。焦らず行くか。これからよ。ティグ、よーし、これで。これは効くでしょ。生きてる。なんとかな。で、あと何発打ち込めばいいんだ。ティグの心の鎧が割れるまで何発でも。俺たちの覚悟が彼女に届くまで。脳筋だな、アロー君は。
いっそ踊ってみるとかどうだ。アマの岩戸じゃあるまいし、でもデタラメすぎて踊りたくもなるわ。なら冷たいビールが欲しいな。ご機嫌な音もな。まだまだいけそうだね。この戦い、ええ、必ず勝とう。聞かないぞミレディ。フィグ、まだこれからよ。こっちに頼む。備えるわよ、サイゾス。負けない。一気に決めるわ。やることは分かってるわね。この力があれば。ありがてえ。こっちに頼む。足場を固めていこう。この時間がある。邪魔をしない。よーし、ゲタ履かせてもらうよ。身体能力ブースト。あんちゃーね、かかってこい。今は耐えるわ。まずはどうする。耐え抜く。ペース配分を考えていこう。これは効くでしょ。まだ始まったばかりよ。 それがいい。狙ってやれ。それでいこう。あろあんたも。よし、それだ。最高。仕方ねえな。しょうが、行くわ。いいのあるじゃんか。それで狙ってわ、キレリー。血に飢えた忍たち。まだこれからよ。倒しても構わないぜ、ミレディ。あんた、構わないよ。フォローしなさい。わあ、大丈夫。よし、ここはあなたに必ず当てなさい。感謝する。邪魔をしないよ。この戦い、じゃあこれで必ず勝とう。これは効くでしょ。フィグ、いっか。それいいね。フィグ、フィグ、世話焼かせないで。ミレディ、了解よ。それで決めよう。まだまだ戦えるよな。それだ、サイゾン。邪魔をしないで。こっから防げないよね。
俺たちの召喚能力も戻っちまったな。サバトができなくなっちまったのはちょっと寂しいな。アクシスが陥落したのが原因かしらね。さあな。アクシスもそうだけど、24区都庁ビルだぜ。あれだけの出来事だったのに全然ニュースになってる様子がねえな。ことは未然に防がれたからな。事件を目撃した人間もヤタガラスがうまいこと情報を操作して事なきを得たみたいだ。ファントムの方も表立たせるつもりはないみたい。隠蔽工作に大忙しって感じよ。隠し事するときは仲いいんだな。ま、仮に表に出たとしてもこんな口頭向け誰も信じないだろうよ。シンギュラリティは人知れず起こってるってリンゴが言ってたっけ。なあリンゴ。ずっとあんな調子だぜ。しょうがないでしょ。だってフィグが。ところでよ、コベナントは？ヤタガラスの方では情報はつかめてないらしい。こっちもよ。急に消えちゃったもんで大わらわ。消えちまったのか、はたまたどっかで誰かにひっついてるのか確かめようがないな。戦いは終わらないのかな。ま、生きてる限り戦いは続くってね。名残惜しいけど俺はそろそろ行くぜ。アッシュが待ってる。サマナー廃業だなんて残念ね。ファントムソサエティに来るならいつでも歓迎するのに。あ、ミレディ、抜け駆けすんなよ。勘弁してくれ。しばらくはアッシュとの関係立て直し事業に専念するんだ。これが俺の戦いってね。一応言っとくけど、喧嘩するときは俺を巻き込まないでやってくれよ。絶対仲裁なんてしねえからな。じゃあな、リンゴちゃん。しんどいことも多かったけど結構楽しかったぜ。お疲れ。
なーに、リンゴ。あなた寂しいの？子供みたい。ああ、別に寂しくないし。あ、そう。じゃあ私も行くわね。アロ、今度は潜入してこないでよね。気まずいから。するかよ。じゃあね、リンゴ。じゃあね、ミレディ。俺も行くかな。いろいろありがとな。カブラギのこと、満月さんのこと、レイブンのこと。あんたがいなかったらきっと折れてた。もし必要になったらいつでも呼んでくれ。必ず助けに来るよ。ヤタガラスとしてではなくて、一人の人間として。うん。それじゃ。私も行こうかな。さーて、今日はあの子たちに何を作ってやろうかな。結局、24区都庁ビルでの戦いで生き残ったアイオンは私だけだった。フィグに統合されたアイオンはフィグと共にこの街の誇りっぽい夜風に消えた。クリスマスの飾りみたいにチカチカ光るコアデータだけを残して。あの日以来、私はアクシスに足を踏み入れていない。フランマのいないあの場所に行くのはちょっと辛い。それにいくらコアデータがあったって、今の私に、人間に最適化された私に、アイオンを復元する力なんてないしね。アイオンとしてのアイデンティティのほとんどを失い、かといって人でもない。なんとも中途半端なところに取り残されてしまったものだと我ながら思う。でもそんな私にだからこそできることだってあるんじゃないかな。いつか人の知性が十分に育った時に、もう一度アイオンは現れると私は信じている。その時に人間たちのありのままの姿を、愚かしくも愛おしい魂の在り方を伝えることがきっと私のすべきこと。だからその日まで、このクオリアの牢獄の中で精一杯生きていこうと思う。あいつらみたいに。いつかもう一度フィグに出会う、その日まで。